ましょう。皆さんこんにちは、境港観光協会の足立です。こんにちは、西垣です。今回はエプロンズアルファとしてこの2人でカレー作り挑戦したいと思います。そのカレーなんですが、境港市にある日本食品工業さんの工場で作られたカレールーを使って2種類のカレーを作ってみたいと思います。私はおなじみのビーフカレーを作ります。私は日本食品工業さんのサイトにあるレシピに基づいてヘルシーカレーに挑戦します。それでは、レッツクッキング。火通ったら、全部薄く見えるから、うん、これって、ここってこうやって切らない、もうこのままでいい？いや、自分、普段はどういう？普段はちょっとここが、ここがこれなんで、ここに三角で切って、切り落として、え、それ、ここいらないんだ。ちょっと硬いところ、うん、ちょっと硬いところ、まあ、さっきみたいになってない。切り方が変わりました。薄く切ります、はいはい、それが早い。上がってきたスピードが、切ります。水ギュッて絞って音がしてきましたよ。しっかりという、マセさん以前のガリ、いっぱいぐらいでいきたい。ジャガイモください。うん、とりあえず人通り全部入れます。あ、すごい。今度ちょっと、すごい。玉ねぎ追加する。これで800です。これで 800cc です。これ、測らなくていいです。埋めるくらい待ってて大丈夫。あと、うん。200ぐらいです。300ぐらい。それの半分ぐらい。うん、それの半分ぐらい。うん、今これで1リッター。そんな正確な数字出さなくて大丈夫。大丈夫ですね。そうそうそう、油抜きします。ラーメンめっちゃずれてるけど。一回開きましょう。
開きました。こういう感じにしましょう。うん、同時進行で入れます。入れます。これで固まってなるかっていうの、うん、入れます。美食さんのカレールーです。天下ですよ。子供さんでも食べやすい。じゃあこれね、全部、はい、あ、すごいいい匂いしてる。はい、じゃあルー投入。よいしょ。はい、じゃあかき混ぜます。せーの。おー、わー、どうでしょう。美味しそうに見えます。どちらも美味しそうです。ということで、完成でーす。では早速、食パンに持って帰って、皆さんに食べさせてみよう。そうですね。はい、行きましょう。ぴょん、到着です。かもしれない。本当にうまい。これ間違いなくうまいです。うん、油揚げにカレーの旨味がしっかり入ってますね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。それ聞きたかったです。よかったです。高井さん、味はいかがですか？グー。美味しいです。コクがあって素敵な。風とお肉も最高です。